もしもし、俺だ。もう離婚届はついたか？その電話は、夫が突然いなくなってから、10日後にかかってきた。俺、もうそっちには戻らないからさ。お前に離婚届を出しておいてほしいんだ。再婚するから早めに頼むな。先日、記入済みの離婚届が入った封書が送られてきた。今どこにいるの？メイのことはどうするつもり？離婚するにしても、一度会って話し合いをしなきゃ、父さんも、戸田さんも心配してるのよ。そういった瞬間、夫は笑い声を上げた。俺さ、もうお父さんにも社長にも気を使うのに疲れたんだよ。そこにいたら、一生ペコペコしてなきゃいけないだろ。そう思ったら嫌気がさしてさ、お前らの奴隷じゃねえっつーの。私は驚いてしまった。夫がそんなことを考えていたとは。俺はもう帰らない。会社をクビになっても怖くないからな。俺の能力を見込んで取引先が雇ってくれることになったんだ。やっと自由な人生を送れるよ。絶望的な気持ちになっていく私とは裏腹に、夫の声は実に晴れやかだった。その時、電話口の声が女に変わった。奥様、許してください。私たちの愛は本物なんです。どうか私たちを探さないでください。私、妊娠してるんです。ショックを受けた私の耳に、直後、夫が最後の一撃を加える。そういうことだから、悪いが、メイはいらない。じゃあ、元気でな。電話が切れても、私はしばらく動くことができなかった。メイはいらない、だと。手が震える。神が、夫を許したとしても、私は絶対に許さない。私は、父に電話をすると、ボイスレコーダーを握りしめて、戸田さんの会社に向かって、走り出した。私は黒田理恵、34歳。実家の工務店で建築士として働いている。一つ年上の夫カオルと4歳になる娘のメイとの3人家族だ。家から徒歩5分の距離にある私の実家は代々工務店を営んでいた。大きくなったら建築士になる。私が設計するからお父さんが建ててね。お、リエが設計してくれるなら最高の家を建ててやるぞ。娘と一緒に仕事ができたら父さん幸せだろうな。私の夢は小学校の頃からずっと変わらず建築士だった。大きくなるにつれ実家で働こうという気持ちは薄れ、地元から遠く離れた大学の建築学科に入った。卒業後はハウスメーカーに就職し、実務経験を積んで一級建築士の資格を取得したのだ。社会人になって3年が過ぎた頃、会社に営業に来る人の中に見覚えがある顔があった。もしかして黒田さんじゃありませんか？ N ホテルにあるレストランでバイトしてた。あれ？もしかして、リエちゃん？本当に建築士になったの？夫のカオルとは大学こそ違うが、2年間バイト先が同じだった。建築士を目指している女子ということで、かなり珍しがられていたので、夫も覚えていたのだろう。一瞬にして、思い出話に花が咲き、連絡先を交換して、私たちは後日、食事に行くことにした。夫の会社は、建築資材も扱う総合商社で、半年前から、うちの営業担当者になったようだ。バイトをしていた頃は、二人で話す機会もなかったけれど、夫は思っていた以上に楽しい人だった。何度か食事に行くうちに交際を申し込まれ、2年後にはプロポーズをされたのだ。結婚の挨拶は私の実家に先に行くことになった。両親も兄も喜んで迎え入れてくれ、緊張していた夫はほっとしていたようだった。結婚式をする予定はなかったのだが、父に小さくてもいいから、地元で式を挙げてほしい、と
と懇願され、私たちはしぶしぶだが了承することに。父は感激して涙を流し、その晩は近所の親戚を呼んでの宴会となった。ごめんね、うちのお父さんがご了承して。いや、いいお父さんだね。リエが家族に愛されてるのがよくわかったよ。うちは毒親だったから羨ましいよ。帰りの新幹線の中で、夫は少し言いにくそうに家族の話をした。付き合っている間は自分の家族について話したがらなかったのだ。うちはもう実家がないんだ。母さんが5年前に亡くなって、父さんは生まれ故郷に戻ったんだ。姉ちゃんはすでに結婚して他県に住んでるしね。え、じゃあ結婚のご挨拶は。うん、父さんの住んでるところの近くでお店を予約して、そこで姉ちゃんも呼ぼうと思ってる。義父は夫が小さい頃から家でお酒を飲んでは暴れる人だったようだ。大声を上げ、時々母親にも手を挙げた。仕事は真面目に言っていたようだが、帰宅するとすぐに晩食を始める。義母はそんな義父と別れることなく、最後は持病が悪化して亡くなったそうだ。母さんは親父の顔色ばかり伺っててさ、俺たちのことはいつだって二の次だったんだ。俺は親に愛された記憶がないんだよね。そんな。だから俺は絶対に親父のようにはならない。必ず君を幸せにするから。夫の決意の言葉に私は胸が熱くなった。後日実際に会った義父は意外にも小柄でおとなしい人だったけれど、終始態度は落ち着かず、早く帰りたそうにしていた。結婚おめでとう。すまんが俺には金がないし、面倒だから結婚式とか呼ばなくていいからな。息子の結婚に興味がないのか、義父の言葉はそっけなかった。義子が隣で申し訳なさそうに目を伏せる。わかってるよ、結婚式はやらないから気にしないで。本当は結婚式の話をする予定だったが、夫はもうその話に触れるつもりはないようだ。笑顔だが、その声はとても寂しそうで、私はそっとテーブルの下にある夫の手を握った。握り返してくる夫の手は冷たく、小刻みに震えているのが分かった。私はこの時、絶対に夫を幸せにする、夫の一番の理解者になる、と心に誓ったのだ。結婚してから私は夫に妙な癖があることを知った。夫は変化に弱く、精神的に参ってくると現実逃避に家出をしてしまうのだ。これまで印象的だった大きな出来事は2つ。一度目の出来事は結婚して半年が過ぎた頃に起こった。その頃の夫は別部署に異動になり、慣れない仕事に奮闘する毎日を送っていた。その日、私よりも遅く帰った夫は珍しくお酒に酔ってご機嫌だった。リエちゃん、ごめん、俺会社辞めてきちゃった。え、何言ってるの、酔ってる？驚く私に夫はヘラヘラ笑いながら大きく手を横に振った。だから会社辞めちゃったの、俺もうあんな仕事無理だから。無理無理。そう陽気に言ってソファーにドカッと倒れ込むと、そのままいびきをかいて寝始めた。冗談とも本気とも取れる言い方に不安しか感じない。しかし翌日、二日酔いの夫に確認すると、会社を本当に辞めてしまっていたのだ。そしてその二日後、何の前触れもなく夫はふらっと家を出て行った。私は心配して何度も携帯に連絡を入れたが、返事はない。思い切って義子に電話で相談すると、よくあることだからほっときな、とあっさり言われてしまった。それから少しして、夫は本当に
何事もなかったかのように帰ってきたのだ。ごめんね。結婚したり、部署が変わったりで、精神的に辛くなったんだ。一人で過ごして落ち着いたから、もう大丈夫だよ。すごく心配したんだよ。辛い時はもっと私を頼ってよ。私たち、夫婦なんだから。うん、わかった。ごめんね。思い返してみると、結婚式の少し前にも、夫と連絡が取れなくなったことがあった。あの時も夫は、緊張から現実逃避をしていたのかもしれない。不安になると、一人で気持ちを整理する時間が必要なのだろう。夫はその後、相当仕事で参っていたのか、病院で鬱と診断された。私が働いているので、金銭的な悩みはなかったが、突然出て行ってしまう夫のことを考えると、不安が尽きることはなかった。母に時々話を聞いてもらっていたからか、ある日、父からこんな提案があった。もしもし、母さんから聞いたんだが、薫君を連れて、一度こっちに戻ってきたらどうだ。環境が変わるといいかもしれんぞ。俺たちもいるから、一緒に様子を見ててやれるしな。一人で悩んできた分、父の優しさに胸が熱くなった。夫にそれを伝えると、今のままでいるよりいいかも。と、前向きな返事。私も夫のためなら、と、6年間勤めた会社を辞め、地元に戻る決断をしたのだ。夫を連れて地元に戻ると、父が実家の近所に借家を探してくれていた。私もしばらく仕事はせず、一緒にブラブラと散歩をしたり、地元の観光名所をドライブしたりした。自然豊かな場所にあるので、夫も徐々に元気を取り戻していたようだ。ある日、実家で夕飯をご馳走になっていると、父が言った。カオル君は前に、建築資材の営業をやっていたんだろ？知り合いの建材屋が営業マンを探しているんだけど、働いてみる気はないかい？僕でよければ、ぜひお願いしたいです。そろそろ社会復帰したいなぁと話をしていたので、夫の目は輝いていた。父は大喜びで、善は急げと。建材屋の戸田さんに電話をかけ始める。明日時間を取ってくれるみたいだから、一緒に話を聞きに行こうか。ちょっとお父さん、なんでお父さんも一緒なのよ。父は心配しているのだろうが、夫もその方が気が楽のようだ。翌日、面接から帰った夫は、上機嫌だった。ただいま！来週からお世話になることに決まったよ！アットホームで、すごく働きやすそうな会社だった。戸田さん、いい人でしょ。無理せずゆっくり仕事を覚えていってね。社長もお父さんも同じことを言ってくれたよ。みんないい人だな。本当にこっちに引っ越してきてよかったよ。夫が元気になってくれたことが、私は何よりも嬉しかった。働き始めると、夫はどんどん明るくなっていった。夫がうつの診断をされたことは話してあったので、周りも気を使って優しくしてくれたが、何より夫自身が仕事を楽しんでいた。俺さ、田舎の方が性に合ってたのかも。みんな優しいし、取引先ともうまくいっててさ、俺、ここで才能が開花しちゃうんじゃない？何の才能？そりゃ、できる営業マンとしてのだよ。そんな冗談も言えるようになったことを、私は頼もしく思った。頃合いを見て、私も実家で仕事に復帰することにした。1年後には妊娠が分かり、夫も両親も喜んでくれて、本当に幸せだった。すべてが順調にいっていると思っていた。そんな矢先、二度目のショッキングな出来事が起こった。夫が仕事に出かけたきり、帰ってこなくなったのだ。携帯は電源を落としているのか、一向に繋がらない。またか。それが私の正直な気持ちだった。何度、こういうことを繰り返すのだろう。何も言わずにいなくなることに腹が立つと同時に、私の存在価値のなさに涙が出てきた。今はお腹に赤ちゃんがいるというのに。慌てて戸田さんに電話を入れると、驚く返事が来た。
昨日から4日間お休みを取っているよ。どこかに出かけるんじゃなかったのかい？すみません。意外なことに、今回はちゃんと会社に連絡を入れていたのだ。これまでとは違うのかもしれない。夫を信じて待っていると、休み明けには安産祈願のお守りを持って帰ってきた。ごめんね。妊娠は嬉しかったんだけど、家族が増えるんだって思ったら、急に怖くなっちゃって。でももう大丈夫。ちゃんと覚悟を決めたから。もう、せめて電話でもメールでもしてよ。心配すぎて流産したらどうするつもりだったの？安心して泣いてしまった私に、夫は何度も謝ってくれた。私の妊娠は、夫にとって、ものすごく責任を感じるものだったのだろう。親の愛情がわからないのに、自分が親になることに不安を感じたのだと話してくれた。本当の意味で、夫の不安を理解することはできないけれど、一緒に乗り越えていきたい、と、私は強くそう思った。娘のメイが生まれてからは、夫はすっかり落ち着いたようで、家出をすることはなくなった。仕事を通じて遊び仲間もできたようで、仕事終わりや休日に出かけることも増えていった。その頃から夫は少しずつ変わり始めていたのかもしれない。明日だけど会社の中村さんと釣りに行ってくるよ。夜中に出て行くからおにぎりだけ作っておいてくれないか？え？明日はメイと動物園に行くって約束してたじゃない。どうするつもり？あ、そうだった。ごめん。でも今さら断れないし。悪いんだけど、代わりにお母さんたちと行ってきて。メイが大きくなるにつれ、夫は仲間との付き合いを優先するようになってきた。あのね、あなたはメイの父親なのよ。悪い悪い。俺、人気者だから、付き合いが忙しくてさ、みんな俺のこと好きなんだよ。やっぱ俺、田舎に住むのが向いてたのかもな。こんな勘違い発言が出るほどに、夫は自分に自信がついているようだ。けれど、忙しさにかまけて、意識的にメイとの時間を避けているようにも、私には見えていた。夫の様子が本格的におかしくなったのは、今から3ヶ月ほど前からだ。仕事の後の飲み会や、休日に出かけることが格段に増えたのだ。メイとの約束をすっぱかすことが多くなり、私とよく口論になった。お前は本当にうるさいな。メイはまだ小さいから約束なんて覚えてないって。いい加減、俺の付き合いが仕事につながるって理解しろよ。子供はバカじゃないのよ。いつか後悔することになるんだから。はいはい。前の優しかった夫の姿はもうない。最近では、とうとう実家での集まりや、行事にも適当な用事を理由に断るようになってきた。どうしてこんなことになっているのか、私には想像もつかなかった。そういう状態がしばらく続いていた。ある日曜日の朝。目が覚めると、すでに夫の姿はなかった。気づくと、リビングのテーブルに、探さないでください。今までありがとう。とだけ書かれた手紙が置いてあった。私は慌てて電話をするが繋がらない。何度も何度も切ってはかけてを繰り返したが、夫が応じることはなく、私は絶望の淵に落とされた。今回ばかりは、またか、とは思わなかったのだ。夫が初めて、私に黙らずに、出て行ったのだから。これは、決して喜べるものではなく、私はそこに、夫の決意を見たようで、ただ、声を上げて泣くしかなかった。月曜日になり、私は父と一緒に、戸田さんの会社を訪ねた。やはり夫は出勤していないようだ。今回は休むとも辞めるとも聞いていないんだ。金曜日も普通に仕事をしていたし、ただ。ただ、何ですか？戸田さんは言いにくそうに口ごもった。落ち着いて聞いてほしいんだが、カオル君と一緒に
無断欠勤している新入社員の女の子がいるんだ。その子も昨日から行方がわからなくなっていてね。思いがけない言葉に私は息を呑んだ。なあ、カオル君はいなくなる前日、お前に何か言ってなかったのか？え？私は一瞬パニックになった。前日、なんだっけ？何か重要なことを言ってたかしら？夫は晩酌しながら機嫌よく何か喋っていたような。ああ、なんか新入社員の女の子は可愛いのにお前はどうとか言ってたような。なんだったっけ。はあ、と父がため息をついた。お前は普段は冷静なのに自分のことになると途端にポンコツになるな。今度はカオル君から電話があったら録音しておけるといいんだが。それを聞いた戸田さんがポンと膝を叩いた。おう、それならうちにいいのがあるぞ。重要な打ち合わせの時に使ってる高いボイスレコーダー。私は二人に半ば押し付けられるようにボイスレコーダーを持たされてしまった。夫から電話があるとは思えなかったが、もしかかってきたら、確かにテンパって何を喋ったのか思い出せないかもしれない。そこに何かのヒントが隠されているかもしれないのに。そう、私は家に帰って落ち着いてくると夫がいなくなる前日に何を言っていたのかを思い出したのだ。新入社員の子が二十歳でさ、めっちゃ純粋で可愛いんだよ。俺は田舎で成功できるタイプだと思うから、あんな子ともう一度人生やり直したいな。そうか、夫は前日にちゃんと今後の計画を語っていたのだ。私の反応を見てにやけながら。それから私は電話があるたびにボイスレコーダーで録音する練習をした。夫がいつ電話をしてきてもいいように、今度こそ夫の本音を聞き逃さないように。10日後、夫からの電話が鳴った。心臓の鼓動が激しくなる。落ち着け、落ち着け。私は練習通り電話をスピーカーモードにし、ボイスレコーダーで録音を始めた。もしもし、俺だ。もう離婚届はついたか？10日ぶりに聞く夫の声は、疲れ切っている私をバカにしているように聞こえた。どこにいるの？あんな手紙だけ残して心配してたのよ。悪い悪い、俺もうそっちには戻らないからさ、お前に離婚届を出しておいてほしいんだ。再婚するから早めに頼むな。先日記入済みの離婚届が入った封書が送られてきた。この人にはこれまで一緒に暮らしてきた私や娘に対しての罪悪感すらないのかもしれない。まるで私と娘が夫にとってのいらなくなったおもちゃのように感じる。私は唇を噛みしめると語気を強めた。今どこにいるの？メイのことはどうするつもり？離婚するにしても一度会って話し合いをしなきゃ。父さんも戸田さんも心配してるのよ。そういった瞬間、夫は笑い声を上げた。俺さ、もうお父さんにも社長にも気を使うのに疲れたんだよ。そこにいたら一生ペコペコしてなきゃいけないだろ。そう思ったら嫌気がさしてさ、お前らの奴隷じゃねえっつーの。私は驚いてしまった。夫がそんなことを考えていたとは。知り合いのいない土地での暮らしに配慮してきたつもりが、夫を窮屈にさせていたのだろうか。俺はもう帰らない。会社をクビになっても怖くないからな。俺の能力を見込んで取引先が雇ってくれることになったんだ。やっと自由な人生を送れるよ。絶望的な気持ちになっていく私とは裏腹に、夫の声は実に晴れやかだった。その時、電話口の声が女に変わった。奥様、許してください。私たちの愛は本物なんです。どうか私たちを探さないでください。私、
妊娠してるんです。え？ショックを受けた私の耳に直後、夫が最後の一撃を加える。そういうことだから、悪いが目はいらない。そこならお前一人でも育てられるだろう。じゃ、元気でな。電話が切れても、私はしばらく動くことができなかった。目はいらない、だと。手が震える。神が夫を許したとしても、私は絶対に許さない。私は父に電話をすると、ボイスレコーダーを握りしめて、戸田さんの会社に向かって走り出した。夫がいなくなってから、私はこの7年間の結婚生活を振り返っていた。私も夫も、ずっと気づいていなかったことがある。俺と親父は正反対だ。夫はずっとそう言ってきたし、私もそう思っていたが、メンタルが弱いという部分で、二人はきっとそっくりなのだ。今、夫がやろうとしていることは、義父が酒を飲んで暴れていたことと何ら変わりはない。自分の中にある蓄積された不安や鬱憤を、私たちを捨てることで解消しようとしているのだから。そんなことを考えながら、戸田さんの会社に着くと、父と二人の男女が社長室で待っていた。にえちゃん、こちら、カオル君といなくなっている、山口ひなさんのご両親。二人にも、録音の内容を聞かせてやってほしいんだ。娘が行方不明になって心配する親の気持ちはよくわかる。話に聞いた浮気相手の女性は、真面目で、純朴なタイプだと思われた。二十歳という年齢からしても、夫との恋愛が初めてだったのかもしれない。うちの娘が、申し訳ありません。真面目だけが取り柄の子だったのに。青い顔をして頭を下げるひなの両親に、私も頭を下げる。こちらこそ、うちの夫が、申し訳ありません。ご両親にとっては、衝撃的な内容かもしれませんが、私は、そう前置きして、録音した電話の内容を、みんなの前で再生して聞かせた。ひなの声が流れると、父親が、自分の太ももを、バシンと叩いた。あの世間知らずの恥さらしが、引きずってでも、家に連れ戻すぞ。父親は、顔を真っ赤にして怒り狂い、母親は、妊娠を知って、泣き崩れた。取引先って言ってんな。あいつの担当の連絡先に当たってみるわ。夫が営業で回っていた取引先に戸田さんが電話をするが、誰もそんな話は知らないと返答してきた。担当者協力しているかもしれんから、俺が上に探りを入れてみるわ。多分支店が多いところだろうから、ここかこの辺じゃねえか。父は学生時代から先輩後輩関係なく誰とでもすぐに打ち解ける、リーダー格で人たらしの性質を持っていた。特に会社経営をしている人たちの間ではつながりが驚くほど広かった。田舎のネットワークなめんなよ。1時間ほどで父の言う取引先が判明した。どこの支店に雇用される予定なのか、そしてどこに住んでいるかもすぐに特定された。その日のうちに、夫の雇用の話が白紙になったことは、言うまでもない。夜、焦った様子の夫から電話がかかってきた。お前、一体何をやったんだ？さっき、雇用の話はなしにしてくれって電話があったんだ。え？別に何も。でも、その辺では、もう就職は無理かもね。なんでだよ！二人が駆け落ちした場所は、うちから車で2時間以上離れているとはいえ、同じ県内にあるのだ。あなたも言ってたじゃない。田舎は横のつながりが密で、温かみがあるって。それって、敵に回したらどうなるか、わかるでしょ？夫の喉が、ゴクッと音を立てたのが、
私の耳にも伝わってきた。とにかく、ひなさんを連れて一度戻ってきて。話はそれからよ。翌日、予定通り、戸田さんの会社に夫がひなを連れて戻ってきた。先日の電話とは打って変わって、おどおどとした表情で下を向いている。カオル君、君には本当にがっかりだよ。無断欠勤が続いているし、希望通りにクビだ。怖くないって言ってたようだが、この辺で同じ業種で働けると思うなよ。普段温厚な戸田さんが、経営者の顔で淡々と語る様子は、横で見ていても怖いくらいだった。夫は唇を震わせたまま、何も言えないようだ。こっちでうまくいってたのはね、あなたの能力だけじゃないのよ。あなたを守るために、父さんたちが根回ししてくれてたの。勘違いしないで。言いながら、こうなってしまったことが悔しくて、涙が滲んでくる。そこに、少し遅れて、ひなの両親が駆け込んできた。パパ！この大バカ野郎が！ひなは、慌てて夫の背中に隠れるように、後ろに下がった。夫もかばうように手を広げると、ひなの両親に懇願し始める。すみません！彼女は妊娠してるんです！どうか、手荒のことだけは！男らしく振る舞うその姿に、私はまた、不用意に傷つけられる。自分の子供を簡単に捨てるような男に娘をやれるか！いいな、わかってるのか？幼い子供を捨てるような男だぞ！お前もいずれ捨てられる！こんな奴との結婚、俺は絶対に許さんぞ！いやよ！私たち愛し合ってるの！カオルさんは、私のために、家族を捨ててくれたの！絶対に結婚するわ！ひなの父親が手を挙げようと歩み寄るのを、戸田さんと父が止めに入った。父親の顔は、血管が浮き上がるほどに真っ赤に紅潮し、その怒りは凄まじかった。家族を平気で捨てる鬼畜な男にほたされて、駆け落ちまで捨て、挙句に妊娠だと、ふざけるな！叫ぶように語りかける父親の様子は、同じ親として胸が痛いほどだ。横で、ひなの母親が涙を流している。私も、夫には言いたいことが山ほどある。カオルさん、あなたはずっと、お父さんが嫌いだって言ってたわよね。母を傷つけたばかりだったとか、子供の自分に愛情をくれなかったとか。今のあなたは、お父さんにそっくりなんじゃないの？夫は、私が何を言っているのか、理解できていないのか、眉間にシワを寄せて、言い返してきた。は？俺は親父とは全然違う。酒飲んで、暴れたりしない。あんな最低な奴と一緒にすんな。俺はヒナを大切に思ってるし、子供のことも愛してる。でも、メイはいらないんでしょ。妻の私を傷つけて、子供のメイには愛情をあげないんでしょ。夫は、はっとした顔で固まった。そして、私の言いたいことを瞬時に理解したのか、傷ついたように震え始めた。ふざけるな。浮気相手と、そのお腹の子を愛していると聞いて、傷ついているのは私の方だ。俺が、親父と、一緒？ええ。あなたもお父さんも、本質は同じ。弱くて、卑怯なクズ野郎よ。夫は、下を向いたまましばらく呆然と、何かを考えているようだった。そして、ぶつぶつと独り言を言い始めた。俺は、こっちに来て、ここなら自分らしく生きていけるって思った。褒められて、仲良くしてもらって、受け入れられた実感があった。視線は、床に向いたまま。言葉にすることで、思考の整理をしているようだった。取引先からうちに来るって言われて、俺ってできる人間なんだって思った。ひなも、俺のこと、すごいって褒めてくれるから、舞い上がって。勘違いだったのか。そこで一度、夫は口を閉じて、
額に吹き上がった汗を拭った。まるで、夢から覚めたような顔をしている。みんな、リエの大切な家族として、俺を受け入れてくれたってことか。夫は、そこまで言うと、頭を抱え込んで座り込んだ。今さら気づいても遅いんだよ。私は、心の中でそう叫んでいた。ひな、ごめん。俺が間違ってたかも。やっぱり、駆け落ちなんてやめよう。俺には無理だ。急激な手のひら返しに、浮気相手のひなが、驚きの声を上げた。今さら何言ってるの？私とは運命だって、愛してるって言ってたじゃない。私は、家族を捨てる覚悟があるの。二人で、どこか遠くで暮らしましょう。だって。言いよどむ夫の代わりに、私が答える。この人はね、メンタルが弱くて、変化にも弱くて、すぐに、現実逃避する癖があるの。知らない土地に行ったら、赤ちゃんとあなたを置いて家出するなんて、普通にやるわよ。ひなは、愕然とした顔をして、夫を眺めた。すると、これまで黙っていたひなの母親が、涙を流しながら、訴えかけた。あなたには幸せになってほしいのよ。誰かの不幸の上になって、幸せは気づけないわ。あなたとお腹の子を置いていく、この男の姿を思い浮かべてみて。カオルさんは、そんなことしない。現実を見なさい。今、奥さんはそうなってるのよ。現に娘さんは捨てられてるの。そして、その苦痛を味わわせている、あなたも同罪なのよ。でも、母親の聞き迫る言葉に、ひなは、私をちゃんと見た。私の疲れ切った姿や表情がやっと目に入ったのか、崩れるように、膝をついて泣き始めた。憎い相手のはずなのに、両親の姿を見ていると、二十歳のひなに、娘の大きくなった姿を重ねてしまう。泣き崩れているひなの姿が目に入らないのか、ありえないことに夫は、私にすがってきた。俺、やっと気づいたよ。弱い俺を理解して、支えてくれてたのはお前だった。こいつとは別れる。だから、やり直すチャンスをくれ。社長、もう一度、ここで働かせてください。呆れる私よりも、先にひなが立ち上がると、思い切り平手打ちをした。バシッという重い音がして、夫の上半身がぐらりと横に揺れた。やっと目が覚めた。こんな年取ってるだけのクソな男だったなんて。あんたとは別れる。慰謝料と養育費は請求するから、覚悟して。ひなは泣いていたが、先ほどとは違い、目に力強さが戻っていた。そして、私の前に来ると、深々と頭を下げた。私は、とんでもないことをしてしまいました。本当に、申し訳ありません。慰謝料は必ずお支払いします。ひなはそう言うと、両親に支えられながら、夫を振り返ることなく、部屋を出て行った。本当に、俺が悪かった。あいつの支えになんて乗るんじゃなかった。これからは、リエとメイのことだけを大事にする。もう二度と、こんなバカなことはしない。必死になっている夫の、下げた頭を踏みつけた衝動に駆られた。最低ね、あんた。あの子の姿見ても何とも思わなかったの？悪いけど、私もあなたとは離婚します。慰謝料と養育費は請求するから、ちゃんと支払ってね。リエ、頼むよ。メイにはまだ父親が必要だろ。はあ？あんたもずっと言ってたじゃない。お父さんのこと。あんな父親ならいない方がマシだったって。私もそう思うわ。あんたみたいな父親、メイにはいない方がマシだってね。私は、思い切り大きな声で言い放った。それは、夫にとって、一番言われたくない言葉だったのかもしれない。
ポンと父が夫の肩を叩く。話は終わりだ。君は自分の故郷に帰りなさい。ここらではもうまともな会社では雇ってもらえまい。悪いが、娘と孫を傷つけた奴を私は許すつもりはないからな。そんな。父が本気で怒った顔を見て、夫はもう取り返しがつかないことを悟ったのだろう。もしもあなたが父親とは違うって言うのなら、子供たちに養育費をきちんと支払うことで証明して。リエ、本当にすまない。俺がバカだった。メイ、ごめん。ごめんよ。最後に、夫の心からの後悔と謝罪の言葉が聞けた気がして、私はほっとした。力なく泣き続ける夫を、夫と戸田さんが立ち上がらせる。車に乗せて駅まで連れて行かれる夫は、無言のまま、悲しそうな瞳で、私を見つめていた。その後、さほど時間をかけることなく、夫とは離婚が成立した。夫はしばらく借りていたアパートで暮らしていたようだが、義士の住んでいる地域に引っ越して、今のところ真面目に働いているようだ。避難への慰謝料もあるので、当分の間は仕事詰めになるだろう。私の地元からは飛行機の距離なので、もう会うこともないかもしれない。夫からは毎月、養育費を振り込んだ報告と、謝罪の言葉が書かれた手紙、そして、名宛てのカードが届く。養育費を最後まで支払うことができたら、メイにまとめて渡すと約束しているのだ。今度は、弱い自分から逃げずに、現実と向き合ってほしいと願っている。ひなは後日、両親と共に、慰謝料を持って実家に謝罪に来た。残念なことに、あの後ひなはストレスから流産してしまったようだ。子供が不幸になることが、どれだけ母親にとって辛いかがよくわかった、と言って、泣いて謝罪してくれたので、私ももう忘れることにした。ひなはまだ若い。人を見る目を養って、これから幸せになってほしい。私は実家に戻り、母の手を借りて子育てと仕事を頑張っている。実家はいずれ兄が住むことになるので、近くにメイと暮らす小さな家でも建てようかと考えているところだ。メイが中学に上がるまでには完成させるのが目標だ。あ、お前の家なら俺のネットワークを駆使して、最高の家に仕上げてやるぞ。父は敵に回すと恐ろしい。それはつまり、それだけ愛情が大きいということだ。その愛情を裏切ることなく、周りにいる人たちとの関係を大切にしながら、メイと二人、幸せに生きていこうと思っている。